皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。ダニアレルゲンはどの程度に抑えれば良いのでしょうか。プラッツミルダ、ミルスダ1989年の研究によりますと、ハウスダスト中、いわゆる室内中のゴミのですがのダニアレルゲン量、この場合は焼け余韻の粉や粉いほいでの量子を合わせたものですが、が2マイクログラムパーグラム、つまりチリ1グラムあたり2マイクログラムになりますと、アレルギー感染の危険性が高まり、10マイクログラムになりますと、喘息の発症の危険性が高まると言われております。それはダニの密度を言いますと、10個体および100個体に相当すると言われています。この基準はその後、世界保健機関 WHO の会議でも確認されまして、現在では世界的な基準になっています。